はいどうも皆さんこんにちは。ということで今回なんですけども、最近の声優さんってさ、マジでレベルが高いと思うんですよ。というのも最近の声優さんってさ、声と演技力プラスアルファでなんか顔とかね、そういうビジュアル面とか歌が上手かったりとか、そういう部分をさ、なんか求められるようになったじゃん。まあそれがいいのか悪いのかっていうのはちょっと置いといて、まあ可愛い、もう最近の声優さんはマジで可愛い。まあ例を出すとね、もう五等分の花嫁のね、アニメの声優さんたちね、もう5人ともね、もうスペックが高すぎる。マジでどうしたって感じ。まあ市川役のね、花澤香菜さんはね、もう本当に誰もが知るっていうぐらいのね、もう本当に超人気の声優さんですけど、物語シリーズのあの戦国の恋愛サーキュレーションっていう曲が去年かな、あの再ブレイクしたじゃん。キャラの声で歌えるっていうさ、もう歌唱力もすごいじゃん。ほんとね、もうビジュアルもいいし、もうスタイルいいでしょ。まあ他にもね、もうすごい人気作品に出ていらっしゃって、俺芋の黒猫とか、鬼滅の甘露寺とか、シュタゲのマユシーね、もうほんといい子、エンジェルビーツの奏でとかでもすごい。まあ俺的にもうサイコパスの茜のイメージが超強いね。あと恋と嘘の高崎さんね、もう恋と嘘はねマジで読んでほしい、マジでいいから。もうちなみに僕はリリナ推しで、ニセ恋の小野寺とか、トラブルのみかんとかね、あと儚いの小鳩ちゃんとか、もう他にもね、いろいろありすぎて、もう紹介しきれないすごい声優さんです。ちなみにザーさんだったら、僕の一番の推しは犬僕のカルタちゃん、もうすごい可愛い。で続いて二の役の竹達彩奈さんね、もやちのツンデレは神すぎるんだよねマジで。まあみんなご存知ね、もう軽音のアズニャンの声優さん、もうやばすぎる。真面目にそこら辺のアイドルより可愛いと思うし、もうあの声であのビジュアルってもうエグすぎる。あと巨乳、もう超人気作品にもうすごい出ていらっしゃって、ソードアートオンラインのリーファ元井すぐはちゃんね、ツンデレで妹で巨乳とか、どんだけスペック高いねんって。でしかも実の妹じゃないとか、もうどんだけいい設定してんだよ。で俺芋のキリのね、もうツンデレ最高かよマジで。で僕があやちをね大好きになるきっかけになったのがデアラの小鳥なんだけど、小鳥はね原作から読んでて大好きだったんだけど、もう本当にあやちはね、もう声も演技力もツンデレに超向いてると思う。あと結城葵さんとのコンビネーションがすごいいいです。で続いてミクの声優さんの伊藤ミクさんね、演じるキャラと同じ名前ってすごい良くない？ですごい、めっちゃ可愛くね、可愛くね。あと歌唱力えぐくね、マジですごいと思うんだけど。で超びっくりしたのが、あのバンドリのココロちゃんと同じっていうね、あのミクと全然なんかね、すごい対極というか全然違うじゃん。もう演技力えぐいなと思って、声優さんってほんとすごいんだなと思った。で弟いるらしくて、めっちゃブラコンらしくて、あもう羨ましい。なんか弟さんが学校の友達とかとね、あの五等分の花嫁の話になったりするらしいんですけど、自分のお姉ちゃんが出てるってさ、どういう気分なんだろうね。で自分のお姉ちゃんがさ、ちょっとキュンとするようなセリフをさ言うわけじゃん。そういうのってさ、どういう気分なのマジで。姉でもこんだけ可愛かったら、なんか好きになっちゃったりとかしないのかなと思っちゃって。でも弟さんはブスとか言うらしいんですけど、もう全然ブスじゃないよお姉ちゃん、すごい可愛いよ。で続いて四つ葉の声優さんで、さくらあやねさんね、もうあやねる大好き。あやねるはもうビジュアルもだし、もう声も可愛いし、演技力えぐいし、歌うまいし、もうやばい。なんか天然で元気なキャラがすごいうまいなと思ってて、ご中佐のココアちゃんとか、俺ガエルのイロハスね、キジュリのハスキとか、ノンノンビオリのナッツンとかね、ヒロアカのオチャコちゃんとか、そのメンツと全然違うのがバンドリのランちゃんね。もうえ同じ声優さんですかみたいな。とかシャーロットのねトモリとかも本当に好きっていうか、イケボも出せるし、あんな可愛い声も出せて、んで演技力えぐいし、あのランちゃんみたいな感じであの声で歌えるしね、もうどんな喉してんねんって。で続いてイノスケ役の違ういつき役の水瀬いのりさんです。イノスケのあの本当にアヤネルとのコンビネーションがすごくて、もう二人はね本当に姉妹かって思うぐらいね、もう本当にいい。でイノスケマジで可愛いし、歌唱力がすごい、歌手デビューしてすごいね、うまいね、本当にうまいし。で水木奈々さんに憧れてて、同じレーベルのキングレコードに入ったっていうのもすごい感動で、演技力も素晴らしい本当に。もうご中佐のチノちゃんと思ったらさ、ダンマチのヘスティア様だよ。でみんな大好きレムね、もう本当にレムのあの萌え萌えなねシーンからの鬼化して、あの狂ったようなね、あのちょっと叫んだりする、あれの使い分けえぐくね、マジでどんだけ声優さんすごくねと思って。まあ本当に声優さんってさ、狭きもんでさ、もう慣れたとしてもさ、売れるかどうかわからないとかさ、もう厳しすぎないマジで。でもねこのね白箱のあのアニメ業界の年収の画像なんだけども、これ
やばいよね、あの超有名声優さんだけもうグラフなんか全然違うとこ行ってるけど大丈夫みたいな。あ、ちょっと聞いてください、あのね、僕のチャンネルを見てくださってる方で女性の方が 15% もいます。はい、今ね、だからなんだと思った方ね、あのもうあれだよ、コロナウイルス気をつけろよ。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録お願いします。よかったらツイッターのフォローもお願いします。